そもこの国葬に法的根拠は何もありません。法的根拠がないのに私たちの税金が何億円も使われる。しかも国会の審議はまるでなしです。自分たちがやりたいからやらせてもらう、こんな乱暴な議論です。そもそも安倍元首相に対する政治的な評価は国民それぞれ違います。それなのに国や行政が国葬を行い安倍元首相を賛美礼賛する、これは憲法で定められた内心の自由を侵害するものです。